リースコミュニケーションズのいつもありがとう、えー、本日木曜日9時から1時間どうぞお付き合いください、えー、またあのメッセージたくさんのメッセージどんなメッセージでも構いません、はい、お待ちしております 797-FM ギ7ワンアット FMGino1.com またあのユースト ツイキャスでも見れますのでどんどんメッセージお待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日何この今日今日ですねさ。さりげない入り方したね今ね。<laughs> 今日ですね。<laughs> あのー、忘れ物か。わ忘れ物ですね。告知してしまったあのゲストさんがいやその忘れ物じゃねえだろう。<laughs> 今あれだよね、あのあ、話さないといけないっていう、神忘れてから、探してたけど、始まってしまったパターンだよね。<laughs> いや、違いますよ。あの <laughs> 本日の告, <laughs> 告知したゲストさんは、今日はお休みです。いや、近くだから、来るんじゃないでしょうかね。あと30分でも、少しだけでもね、まあま。そうですね。聞いてますかね。待ってます。<laughs> ね、毎度言わなかったですね、今日毎度。 焦ってましたか神がなくて焦ってましたかはいはい、はい、あのこのラジオの宣伝してください、はい、<laughs> 僕待ってますピースコミュニケーションズは、えー、ウェディングと介護事業所デイサービスまた教育コンサルを運営してます皆さんよろしくお願いいたします FM <laughs> 技能案のこと言わんでいいのこれありますよ あ今 FM ギナワンさん。はい。言いましたよ。七九七アットマーク FM ギナワンドットコム。嘘。言いましたよ。メッセージ。言った。待ってます。はい。えっとアッキーさんイケイケどんどん。おはようございます。おはようございます。このプロフィールの写真は <laughs> ありですか。<laughs> <laughs> <laughs> 面白いですね。懐かしい人ですけど。 懐かしいあお知り合いですか違いますけど <laughs> <laughs> やめていただけますか<え>僕は不正には関わってません <laughs> 関わってませんよ泣きませんし <laughs> ああの方ですねそうそう <laughs> 見えなかったので、はい、またあのー、今日もねいろんなお話昨日この1週間、はい、1> いろいろありましたねいろいろありましたね多忙でしたねいいことも悪いことも <laughs> いっぱい大変ですね 人生,人生25年しかまだ生きてませんけど <laughs> <laughs> 何ですかこの悪い笑い方は <laughs>、ねはい、私も25年25年ですか、はい、そうですかじゃあ僕は成人式が来年ということにしておきますか <laughs>、はい。今日なんかちょっと僕あの風っぽい声を鼻声なんですよあ鼻声といえば昨日の,あの<ー>すごかったですね、はい、昨日あの なんですかあの日本と台湾の、うん、台湾の方たちとお会いして、ね、交渉,交渉商談会プラスまあ交流会ね交流会、うん、昨日すごいなんか商品で、うん、もうドキッてするようなびっくりしましたね,ししたねあれはもう自分たち普及しますよまあそういう契約をね、はい、もうほぼ終わりかけてますからいいですけど あの内容は言えません内容はちょっとねこれでも多分ねまあ相手の商品ですからなかなかちょっと今言えないですけどこれやったらどこに置いてもみんな試したがると思うんですよ。別にこれねそれを売っていくっていうことじゃなくてまあサービスとして自分たちはサービスとして取り扱うんですけど、はい、やるんであればね あの一般の方がそれを使うにあたって別に料金が発生するのかどうかっていうのは別にないんですけど、はい、発生しても100円200円のレベルだと思うんですけど本当にびっくりしましたね,ししたね自分の体がこんなにわかるかぐらいのね、はい、はあって <laughs>、はあっていや あの鼻に昨日きもんできてたじゃないですかすんか違うこれはもう内容はあんま言えないけど <laughs> 鼻に出来物ができてたでしょ。<coughs> ごめんなさい、ね、咳させてください。であの鼻炎って言われたんですけど、うん、まあこれはちょっと僕あの鼻がちょっとかゆくて風邪ひいてたのかなと思ってたりもしてたんですけど、はい、昨日。 昨日でしょその前の晩ぐらいから鼻がちょっと痛くてこの入り口のとこに出来物ができて、はい、痛かったんですけどあのこれまでねコンピューターで出てしまったっていうね、うん、びっくりしましたね自分の体どうなってんだっていうのも全部分かる、ね、衝撃的でした衝撃的でしたこれ僕はあのちょっと前にあのほらボランティアの献血行ったでしょ、はい その結果で数値一応あの何十項目かの中の全部一応正常で不節制してるんですけど、はい、正常でなんか自分はもう腫瘍が、うん、脳に腫瘍が偏実が取れない多いんですねで腫瘍には腫瘍があるとかもう <laughs> あ<の>なかんどっか悪いとか、うんうん、どっか 喉にもがんあるんじゃないかとそう、喉の通りが悪いって言ってね。ネガティブになってた中本気じゃないですからね。<laughs> 献血の結果見たら痛ってけんか違うこれね喉、食道っていうか喉はね、うん、ちょっとあの本当に通りが悪い時があるんですよ。うん、でうちの親父がねこの今年最近ですよまだ3か月前ですか、はい、ちょうどね。で、その時にまあ 亡くなくっっ、ねまあ、感知したんですけど食道がんね、はい、末期が感知したんですけど他のがんでやられちゃったんですけど、はい、そういうのもあったんで「あれ俺も喉ちょっと危ないな <laughs> 通りが悪いなこれ症状似てるな」とかって言ってたんですけど、まあ至って正常だったでしょで昨日ちょっとしたねその台湾の方と一緒にね台湾の方といろんな話をしてたんですけど一応自分たちもいろんなことやってもらって「はい、あれ やっぱり健康だなとでもその中で鼻だけね「ん?」とかあったのでもう一つあったね鼻,鼻が当たったのがすごかったで何日ぐらい前から鼻あれおかしくないみたいななんかちょっと風風っぽいね<う>んなんかほこりっぽいねとか言ってたからねズー,ー,ーしてましたよね鼻ね朝起きてから僕が鼻フンってやったら鼻水飛んだりとかしてるんですよな <laughs> <laughs> んであれって思ってたんですけど でこれともう一つ、まあ、これは前立腺、大丈夫かという話よね、前立腺イコール、あのー、やらしいとこ違いますからね、言っときますけど、朝から言うのもなんですけど、だけど、まあ、こういうのがちょっとね、まあ、これ以上詳しいことはあんまり言えないですけど、まあ、あって、びっくりするようなことで、で昨日台湾の企業、何社ぐらいでしょう、100社ぐらい来てましたかね、100社ぐらいあるのかな、あれ。 ね、交流会も持って日本の企業が少なくてですね自分たちあのよくしてもらってねいろいろな話もしてもらったんですけどすっごい紳士でしたね皆さんね,ね上品というか紳士というかねあのでもなんかあのちょっと誰かが困ってたら「何?」みたいな感じで寄ってきてくれて「うん、あっちにいるよ」とかねなんかあの沖縄沖縄っぽい感じも。 ねしましたね,ね面白かったねなんか親切だ,だ通訳の人面白かったですね、うん、あのこれプレゼン大会でもあったんですけど通訳の人 <laughs> あれめっちゃ爆笑されてましたね要は台湾の方が日本の企業に向けてあの自分たちこんな事業をしてますけどパートナーとしてみたいなとか交渉ごといろんなね会社によってパートナーになったり商品であったりがあるんですけど あるんですけど、これを持って日本人に日本の企業の人に通訳してあげるということで、台湾の方の中国語聞いて日本語に変換しないといけないのに、台湾の人のプレゼン終わった後に中国語で通訳 <laughs> 通訳ちゃうやんこれで爆笑されてましたね。<笑>爆笑してました。めっちゃ面白かったですね。で途中からね、あのプレゼンシート画面見ながらね。 えこれ通訳じゃん画面の日本語読んでるだけっていう面白かったですねあれはいお話の途中入りますか歌にます僕歌うんですー 4名10秒前ですあれ3秒前ですピースコミュニケーションズのいつもありがとうあの<ん>今発音おかしくなかった <laughs> ね、<laughs> なんかちょっとなまらんかった,まらんかった気のせいです ピースほにゃらららららみたいな <laughs> 急に来て今焦ったよねやっぱりねいやスタンバイしてます突然に弱いかじゃ今ちょっと気になったんだけどこれ AKB さんとは別一緒別別ってどれでしょうおっとケアリーレイシェル買ってます大好きですわかりますかケアリーレイシェルブライダルでもよく使いますけども はいあのさっきの話でもあったんですけど、この、する <laughs> あ、歌を聞かないですよ、<laughs> 基本。<laughs> あのツイキャス、ツイッターね、会話しましょう、いろいろね。はい、あのこれ、アッキーさん、今、あ閲覧10人からあ、また8人、なんか増えてきたんですか、宜野湾の方ね。はい、あの しげさんおはようございます。おはようございます。きの日も遅かったのに、またこの朝早起きして、今日もね、聞いていただいているんでしょうか。今日もバイクでまたね、遠出されるんでしょうか。気をつけてくださいね。あのしげさん、怪我してしまうとね、あのみんな行くとこがなくなりますからね。いつも行って すっきりして帰りますけどもはいじゃあ続きをさっきの台湾のね話をしていきますかはいどれぐらい沖縄の企業と台湾の企業との付き合いがあるんでしょうねあるんですよ、ね、結構毎年やってたようですねうん5回目か六6回目でしょ、うん、あの偶然ね自分もその声がかかったというかあってね 行っったたんんでですすけどよかったですなんかな、ねうん、やっぱりこの自分大阪帰ったり前東京ちょっと行ったりして他のね地域の空気を吸って街並みを見て人を見てってねやるとあなんか視点が変わるなっていうことを思ってたんですけど、うん、海外の人とこう接触してねお話しするとまたその文化とか考え方とかの違いも出てきたりとか。うんうんうん この交渉事ってどこを大事にして話すのかなとかって勉強なるじゃないですか、うん、すごくなんかやっぱりまあ儀の庵誌で根を張って技能庵誌で頑張っていこうっていう会社なんですけどやっぱりこの他のところのねものを見ること大事だなと、うん、で勉強させてもらうってすごく留意義だなって思って、うん、昨日はもうねもうそれを考えてましたねずっとねあいいなと思いましたねただ あの昨日ね、あの <laughs> 夜、行きましたけど、待ってましたね。待ってました、ね、もう自分たちが来るのはまだかまだかと、会2時間から 3, あ3時間かな、時間的にね、2時間か、2時間ぐらいなんですけど、行ったら会場にも入れずね、入り口の前で、ソファーでね、待って、ああ、待ってたよみたいな、ね、感じでしたけども、中入れず。 あの水一滴も飲めず,飲めず2,000円ずつ払いましたけども <laughs> 自分たちもらったのは名札だけ名札, <laughs> 名札返しましたよ、ね、返しましたね名刺もねということで渡しましたけど、まあ、名刺ぐらいはねいくらでもどうぞなんですけどうん、うん、せめてなんかのお水お茶ぐらいはいただきたかったんですけど那覇、ねまあ、だったんでお酒は飲めないにしてもね食べ何の料理が出てたんでしょうねそれも見てない<ー> <laughs> ですね テーさんにね<お>偶然テー天候さんにテーさんおはようございます,います偶然あって偶然ねまあ行く前からねいるんじゃないいるんじゃないと <laughs> やっぱりいたんですけどね、うん、朝朝の方のこの商談会の時とあの夜もやっぱいましたねテーさんねテーさん髪切ったんでしょうかねあんな髪でしたっけいやまとめてまとまとめ,てま,とめてまた金曜日にもね。 ていさんいらっしゃるでしょうから。あこれ言っといたほがいいんじゃないですかそうですね今週金曜日12月4日、はい、え何時からですか,、ね明かあ。明日か明日明日ですね、えー、少年あの伊佐の方の勤労線勤労センターでしたかあの国際交流さんの主催でクリスマスパーティーを開催いたします今回はあのー 毎年あのこの、えー、飲食業の方たちがお料理をブッフェ式であの出してたんですけども結今回はまたちょっと変わって、えー、屋,台屋台式にっていうのかなあのやっていくっていうような形で商品を買っていくっていうような形なんですけど前売りを前売り前は前売り券入場券を 購入して料理をおもてなしされたっていう感じですけども、今回はその入場券の中に、あの、この料金がこうついて、1000、いくらでしたかね、1500円が1800円分プラス、えー、ワンドリンク付きで、また抽選券付き、お得お得になってまして、で、あの、ケーキは、あの、えー 専門学生さんの<お>あの提供でソラさんの提供でクリスマスケーキが出されるようです宜野湾市国際交流,交流協会クリスマスパーティーですよね、はい、去年もね素敵なパーティーでしたけどはい、面白かったですねソラさんも今年 今年でしたかね。新しい学科が増えるパティシエルのコースができているのがね、その絵がパティシエですか、いい会ですから、ぜひ来ていただけたらいいなと思いますけどもね、チケットの中に料金が書かれているということですか。それで何か買うということでですか。そう100円が18枚つづりになって、抽選券、ワンドリンクサービス券が。 あの自分もフェイスブックの方であでお誘いいただいてたので、はい、即座にあの行くっていうところで3回押しましたけど誰が来るのかなって見たらやっぱりあのいつも、ね、いらっしゃる方いるんで、はい、ので絶対行くって <laughs> 行こう行こうってすぐ押しましたけど予定も見ずにすぐ入れましたけど今週金曜日,明日です、明日ですね、早いですね、はい、今週ね、あのー、いつもあの外が多かったんですけど、うん、今回、中の方で。うん 去年はね、風が強かったんですよね、去年ね、綺麗な素敵な場所だったんですけど、風が強くてね、あれなかったら全然ね、沖縄ですから、まだ大丈夫だと思うんですけど、コートを貸してしまって、全然、年度ですかね、人ね。コートを貸してしまって、逆に私、寝込んでしまったと。で、今年は中の方で。中ですか場所が違いますよね。 あのほら、ツイキャスでも、ツイキャスゆきちゃんの方ですかねあの、フォロー入れてくれてます、こ,、ね、これはピースのお二人、面白い、おもろい人って、これ、さらっとあのあの関西の言葉をさらっと入れてますけど、<laughs> お,も <laughs> おもろい、さらっと関西の、ねこれ、さりげないところ、ねあ、おもろい人たちおもろい遅 <laughs> おそ遅そ <laughs> 最初の方に書かれてるけどね。<laughs>

すごいですね。すすね共産ありがとう共産なんもうここでお金使うんだったら、<laughs> あの自分たちのスポンサーになってもらうのが一番いいんですけど。<laughs> そうですね。お待ちしておきます、ね。そんないやいやいやそんなやらしいことは言ってはいけません。<laughs> 自分たちはあのそんなことよりもあのねギノワンの企業の方でもいいですし。真面目か。うん真面目ですよ。<laughs> 基本真面目ですよ。<laughs> ギノワンの。 技能足の糸ね朝早いですけどこれ9時一番ですけどまあ8時からもやってるんでしょうけどあのオープンした店とかねあのうちちょっとこれ千年食やっていうこととかイベントこととか全然活用してもらったらいいと思うんですよ、はい、で特にイベントって週末多いじゃないですか、はい、そしたら自分たち木曜日でしょここで朝ね明日ありますよとかあさってありますよってもう使ってもらったらいいと思うんですけど、うん、なかなかねあ言ったら「おあんねん」っていうとめっちゃ多いですけど、うん、なかなかね 周知されてないので、周知しないといけないですね。ポスターいっぱい貼って、あの選挙で今ポスターいっぱい貼られてるじゃないですか。<laughs> その横ぐらいに FM エム技能案貼って、ちらーっとうちのどちらの番号ちらーっと貼っといて。告知しますよと、貼っていきますか。顔、顔写真書いていいですかね。あの選挙の人の、とこのよ、隅っこに貼ったら。あれ、選挙の、選挙の、よく分かんないですけど。関西でもね。 道路とかって基本貼っちゃダメでしょ。こっち結構貼ってるじゃないですか。は、貼ってますね。電柱とかもね。あれは暗黙の了解で一応オッケーなんでしょうかね。どうなんですか、ね、これを自分はダメだよとかって言うつもりは全くないからやってくれていいんですけど。じゃあ怖い,れい怖いのか逆にね、これね、自分たちの番組のポスターを貼ったら怒られると思うんですよ。<laughs> この差は何なんだっていうことで。だから、 この選挙出てる人たちのポスターの中にちょっと貼ろうと。<laughs> いいでしょでもい一度ですね家の前のあの電柱っていうんですか電信柱にあの先に貼ってた方のポスこの選挙のポスターをカッターで切ってひろひろと落とされてあの本人たちの貼り替えてる <laughs> お方たちが。どうせ顔だけ 切り抜きみたいなね <laughs> それぐらいしかない <laughs> なんかあのお互いにこの選挙ってあの喧嘩とかじゃなくてねもう嫌がらせとかもやめてまあどうせその切って剥がしてから 張り替えるというのも嫌がらせじゃないですかかどっちかっちてもうそんなんよりはね顔だけ切り抜いてやるとかのかネタになるな <laughs> まちょっと明るくなったりするでしょうこれ笑ったとかもうこれぐらいでねお互いに同じ宜野湾市民ですからみんなね選挙で出てるとうもうなんか選挙の時はもうお互い考え方が違うからぶつかるのはいいんですけどなんかあと遺恨残すようなことってやめたいですよね通学路にもなってますので子どもたちが見ちゃいますので。 あれやったらどうかな、あのこれ、お金かかることなんですけど、みんな応援してる、例えば、まあ、あ田、社今日なんか新聞でまた3社目出てましたけど、出るのかみたいな、出てましたけど、うああそうなんですか全の,の人がね、なんか、何気にネットで見たんですけどね、<ー>で選挙する人あの、あれ作ったらいいんですか、もかぶり物で、本人の顔作って <laughs> あの、応援する人、みんなそれかぶらせたら、<laughs> <laughs> <laughs> みんな、みんなあの、この、なんていう。 顔めっちゃアピールになるよか、どこ行ってもそれかぶっといたらね、子供泣きますよ <laughs> すごいインパクトあるんじゃない、でも、みんな誰々さんみたいな、今はね、宜野湾佐喜眞市長ですけど、佐き眞市長のかぶのるやつね、みんな作って、応援する人、みんなそれ被ってから。<laughs> さんよろしくよろしくこれでもあんまり言わんとさきま市長も聞いてるって言ってたからさきま市長おはようございますネタにしてるわけじゃないですよ冷やみ勝ちかつお節みたいなのあ冷やみ勝ちだったどういう意味って言ってたんだけど冷やみ勝ちって何すかへえ頑張ろうみたいな感じああおう ゆきちゃんすごいねこれね今まで沖縄の人に何名かに聞いたけどみんな答えんかったよねみんなこの人特にわからないいえいえ、はおんなですよねうりひゃーみたいなもんうりひゃーも結局なんて説明したらいいのかと思ってうりひゃーも方言みたいな方言なのじゃあ本当はうりっていうこと すごいね、これ沖縄に移住するからで勉強したの。まさか沖縄。違う違う、自分16、1年前本買ったし、めっちゃあるよ。めっちゃ持ってますよ。めっちゃ持ってても、実績を残しなさい。違うよ。これはね、同じ人多いと思うんだけど、買ったことでもやった気になるパターンね。あるでしょ。ないですかありますね。 でも自分大阪にまだいるときは車の中に民謡だらけですよ、うん、CD が。ー来てからの方が聞かなくなる、い好きですよ、民謡、いまだに好きなんですけど向こうにいると、やっぱ沖縄好きで早く行きたいとかっていうのがあるからもうずっと聞いてるんですよ、来たらもういるから満足度もあるでしょ、うで当たり前になるでしょ、だから民謡聞かなくなって国際通り行って、たまに店の前から流れてるのを聞いて、あ沖縄だなと。 宜野湾市にいたらね、もうそんな流れてるとこないでしょ、だから民謡を感じることがあんまりないので、やっぱり宜野湾だと、なんかこの米軍が近くにあるから、かあの那覇市の方とか、やっぱりち違うっていうのは、そこなんじゃないかな、異国を感じる、違う、あそういうことね、うん、な沖縄らしさというか、自分も思いましたねあの、行き来の時はね。 あのこの普天間のところを走って、茶炭はもう覚えてないんですよ、正直、あの変わったときのことをねあの、このなんかね、チャタンはあのアメリカンビレッジできたときに、なんかにぎやかなったなぐらいの感じはあるんだけど、そんないかなかったんで、わかんないんですよ、でも、この58号走って、基地があるでしょで、風な基地の横走るじゃないですか、沖縄だって言って、ずっとこの車の横見てましたね。であのあ飛行機飛んで できたって言ったらちょっと速度おとせ下にいようかなとかね <laughs> あるじゃないですかやるでしょ。やらない。やらない。<laughs> でもあの大阪でもやっぱあるんですよ、うん、伊丹空港ねうんこっちで見るより近いよね飛行機の、うん、お腹見えるんですよ。うん、あ私はの家から家から家の窓か結構あの前は今は結構ねいろいろ皆さんあの。 主張するのでけ部屋かからお腹とか見えましたよでも,もっとあのうるさくてですね。でもこれがあれでしょう結局今言ってるあの危険性の除去の話でしょう、うん、要は近い危ない民家でしょうっいう話でしょうもう慣,れ慣れてそこにもう、うん、その間もうま、ね、して一旦ちょっと離れ儀の庵か離れてまた戻ってくるとギャラリーかと思ったねやっぱりね,ねこの本当にでも確かに 危険性の除去っていうのはしないといけないと思うんですよ、はい、いち早くね。はい、それはすごく僕、思うんですね。このは結局、今何がどうこうで別に評論家でもないんで分かんないですけど、本当に除去はしないと、何かってからでは遅いので、一旦やっぱり避けないといけないと。で、運用停止どうのこうのっていうのは、あの結局何年後、何年後っていつも。 何かかの選挙ごとに言ってるじゃないですか、はい、しないじゃないですか。はいね、で今回もまた5年後とか言ってるけど今からまた5年かよって5年以内とかって言ってるけどまた5年とか前回も5年言ってたけどもうその5年過ぎてんじゃないのとかもあるじゃないですかこれはまあ今回のことだけじゃなくねいろんなこと日本の政治の人たち同じようなこと言ってるじゃないですか。まずはもう今今のところ で何年後とかじゃなくて今危ない思いしてるんだから、うん、もう今やろうよって、うん、でそれを基地をなくすのかあの飛ばすのを減らすのかなんか知らないですけど先にもあ民間の人が危なくないような状況を作ったりとかね,っね、うん、そっからでしょっていうことなんですね。うん、これあの 歌のパターンですかね。歌のパターンですかね。<laughs> 歌のパターンですよね。えー、あの赤で、今チラッと見て<ん>み、見て見ぬふりしようと思ったんですけど。<laughs> 何でしたかあの、のぼりかは <laughs> な何ですか聖人さん聖人さん、ひやみかちぷし。あの、 いいですね。もう決まり。決まり。まりですピースコミュニケーションズのいつもありがとう。<laughs> ジノンボーイのいつ。<laughs> 押していきましょう。ジノンボーイ。ジノンボーイ、ーイなんかいいね。彼もともとジュノンのあっちから訴えられたりしないんでしょうかね。大丈夫ですよね。 でもここじもじもじのね、あそうですね。じのんじのんじのんって言うんだから別に文句ないでしょうって、ね。文句ないですよ。なんですかみたいな。<laughs> ってい言ってもらいますか。<laughs> 決まりですね。ね高橋さんにあの早速後であのタコスを買いに行きながら言ってみましょうか。そうですね。それとなんかあとあのほらギノワン氏の こののの宣伝のためのあの映像を作ったやつもちょっと見してほしいです、ね、そうです、ね、あれ自分コマ送りみたいなアニメの何だったあれ、えー、なんとか伝説羽衣伝説の,、ね、伝説のあの映像好きでフェイスブックでこんな感じっていうのをもらったんですけどあのコマ送り的なものが好きでこれでなんかうちの会社のもなんかできないかなって思ったりとか PV 作ってる時たまに昔のフィルムっぽいのを作るじゃないですか、えーうん、アプリで。 あれ好きなんでアナログがね、うん、アナログ的な、ね、雰囲気がいいんで、うん、あの羽衣伝説だけたらね、うん、自分たちもあのいろんなと昨日もそうですけど、うん、台湾の方会ってますけど沖縄のね宜野湾市っていうとこあるんだよっていうことでやっぱり自分たちでコピーしてそれをまた渡したりもできるじゃないですか。うん、で茶ン行って茶ンのねとこで話したりとかねできますからそういう意味ではねどんどん自分たち 広告等として全然一緒に営業するついでですから他のところねなので一緒にまた行ってこいっていうチラシなんかもねもしお前ら巻いてこいって言われたらねついでの時に巻いてきますからいいですよねいいですねじゃあ,あのちゃんとあのブライダル情報もいっときますかブライダルもあのあれデイサービスのさっきデイサービスですかにもう移ってしまいましたね時間がいいんじゃないですかねいいですか はいこの番組は株式会社ピースコミュニケーションズの提供でお送りしています、えー、<あの S 1> ピースコミュニケーションズは宜野湾市普天間沖縄銀行普天間支店向かいのビル2階にサロンがありますピースウェディングスタイルの情報とまたあの、えー、宜野湾市大山の小学校の大山小学校の向かいにありますビルの 2>, 2階なんですが入り口はパイプライン沿いから1階になりますのでそちらにピースケアスタイルのデイサービスを運営しておりますはいよろしくお願いしますどちらもどしどし応募してますはいジノンボーイもジノンボーイな年齢も決めますか勝手に決めるのもなんですけどはい <laughs> 10歳から行きますか10歳幼稚園からあの分けたらいいんじゃないいや10歳はちょっとジノンジュニアとかで分けたらいいんい ダ<メ>中,中学生ぐらいからがいいですかねなんかさ、まあ、これやらしい話だからずーっと P 入れといてもらってもいいんですけど違うんか <laughs> 要は<あ>の <laughs> 人を来てもらわないとイベントって面白くないでしょあの子供のイベントって親が来るじゃないですか、ね、それだけで盛り上がったふうになるじゃないですかじゃあ小学生だから自分だったら偽装で盛り上がってるのを見せたいわけじゃないんですけど <laughs> <laughs> 要は、技能、技能あのね、イベントですから。じゃあ、あの、ええー、ジノンボーイ、ジノンジュニア。ジュニア、もうジノンボーイの年齢決めてから、<年>その。もう、例えばですけど、大枠で、少年とか、年中年とか、老人とか。<laughs> この枠を決めてやってもいいんじゃない。ですかいいあ、いいです。年齢、年齢で分けてもいいですね。うんうん、ボーイはボーイですからね。<う>いつまでも <laughs>。あの、だって、お年寄りの方もね、うん、おしゃれしたい。 っていうまた気持ちが出てきたら若返るじゃないですか。すね、ジ,ェジェネレーション別でいきますか。うんうん、ねいいんじゃないですか。高橋さんいいもう来週ピースコミュニケーションズの木曜日9時からゲストということで決定で,すか決定であの、うん、告知させましょう。そうですね。 させましょうこれ開催決定ですか <laughs> あ<の> <laughs> 国際映画祭に盛り込んでもらいますか <laughs> でも1回目のねこのジノンボイコンテストですからですからって決定しましたけど1回目ですから回目やっぱり大きなところでやってもらわないとね、はい、スタジオではなくいやスポンサーになってもいいんですよピースがやってスポンサーになってもらってもいいんですよ。 それで僕弁当買っていいんですかで FM ワンさんもスポンサーになってもらって FM ワンさんにこれからのお願いとして中継しのなんかこその中継での放送どしどしやってもらいたいねやりましょうじゃあ今度うちの事務所で朝やりましょうやりましょうだめだめこれ悪い発想出たんですけど宣伝しようと思って宣伝しようとすいません でもあのいいですよね。F.M. ギノワンさんもジュノンボーイのジュノンボーイね。ジュノあジュノ失礼いたしました。ジュノンボーイで怒られる。ジュノンボーイの <laughs> ジュノンボーイいいね。いいですね。スポンサー回りしましょう。これ企画書今日作ろう。はい審査員審査員リーダー <laughs> も決定はい二人決定。<laughs> あとはもちろんあの観光男目線からも。いや自分は審査員やらないですよ。あのふざけますから。<laughs> あのなんか面白い人に入れてしまいそうなところもあるのでまあだから、でもこれ項目も決めないといけないでしょ結局いいか悪いかだけとか好みだけじゃなく点数制でしょ結局審査でね、まあ、そうしたらこの項目でなんでこの項目なんていうのは合計でしょ多、うん、多分多分ですよあのいろんなこのアピールの仕方がも,うもちろんあのどれだけ技能案を知ってるかっていうのも必要です、ね。これはあの 審査員の人がね買収されないようにしないと大丈夫ですアイスクリーム1本で買収とかされそうでしょアイスクリームはちょっとまだまだまだです足りない,足りない高価なものじゃない安いやらしいねなんかほらあれはやめましょうねあの一般の人からの ここのの点数つけけるの自分好きななんですけどこれやめましょう、うん、なんか身内でなんかお話これお願いお願いっていうのはちょっと審査に影響するじゃないですか偏ってしまうでしょこういうのやめたい本当に純粋に純粋に決めたいですね純粋に決めたいと言いながら,ら個人的に二<う> 2>, <laughs> 2人が史上挟みそう <laughs> 違うあのほらこ,ここにもいるじゃないですか何だろう羽衣レディがいるじゃないですか、はい こんな感じでジノンボーイ三名この年代別で活動してもらいましょうよ。いいですね。予算作ってもら、うん、作ってもらいましょうよ。市長お願いします。市長なのかな。女性もねやっぱりあのワクワクするようなイベントが欲しいですよね。ねいいですよね。なんかこの人たちにこの例えば。 高齢者の女性、多いところなんかに回ってもらったり子供がいるところにね、将来こんなお兄ちゃんみたいになりたいとかね、なんかこのほら、将来の生きがいじゃないですけど、目標みたいなね、総食男子から今、絶食になってるんですか、絶食で、死にますよ、絶食したら、絶食でした、雑食、雑食は怖い、でねもい両方か絶食って言ってたよ、絶食男子が出てるみたいで、早くブライダル情報やってくれませんか。 <laughs> いつやってくれるんですか。<laughs> あのでこう絶食男子が増, <laughs> 増えるとこのブライダルにも影響するので悪影響なんですよ。そうですね。結婚式をあげなくてもいいやとか。絶食。行っちゃダメですよ。雑食怖いんでしょ。雑雑 <laughs> 食ガツガツ。<laughs> ガツガツいくから何度でもやってくださいって感です。あのうち宣伝。 告知もし宜野湾市普天間の宜野湾市に今、普天間市普天間町宜野湾市普天間に今、ブライダルサロンね、おきに向かいにありますけども、別でまた普天間同じアーケードですけども、中にあのドレスショップとしてね、あのド,ドレスルーム、ームなんて言ったいいですかね、はい、サロン増やしましたので、はい、あのぜひドレス、これから。 あのいろいろリメイクしたりとかしてきますから、うん、今あの好みのものあればいいですけどなければリメイクも可能ですから、うん、今だったらでもあれですねあの自分これ勝手にまた決めてしまいますけど今だったら新郎新婦さんが来た時に 神父さんがこんな形に飲んきたいんだけどなって言ったら、その形にリメイク今だったらできるんじゃないですかそうですね。うん、リメイクももう募集、ね、募集ね。リメイクしたい人。い練習。練習ただ、あの、練習っていうのはいいんですけど、あの、<し>壊さないでくださいね。いもう切れませんはやめてください。<laughs> 一応、完成はさせてくださいね。<laughs> リメイク。っていうんであれば、本当にそういった学校通ってる人とかもね、うん、練習するならば自分たち提供しますから。 あのでそれをもちろんあ誰だけが作ったよという作品としてね、はい、これからも出していきたいと思いますから、うん、あのこれでも今ピース新しい会社ですから面白いと思いますリメイクということで生地は本当にいい生地のものばっかりですから、うん、自分が着たいドレスの形写真でもいいですからこんな雰囲気っていうのを持ってきてもらったらそれにリメイクして着せるということでね、うん、あのいいんじゃないですか、はい、これは先着10名にしますかね。はい もうあの何十着ってありますから何十着ありますね、うん、でこれも時期見計からって寒い時期になると思いますが宜野湾市のどこかで沖縄挙式やりますあのもしかしたら BV 系のものイベント的になるかもしれないですけど、うん、沖縄らしさを持って流送のパレードします、ね、結婚式の昔ながらのものをやりますこれ告知しておきましょうこれも決定してますから、はい、あそのモデルも募集しましょうね、はい あの本当の、あのー、ご夫婦でもいいです、えー、これから結婚する方でもいいですとにかく、あのー、今夫婦の人っていうのは何らかの事情でね結婚式挙げられなかった方っていうことで考えてます、うん、なので、あのー、遠慮なく言っていただいたその式のパレードみたいなものはイベントになると思うので,うで、ね、いろんな人も入ってくるんですけど、うん、お二人にはね あの味わってもらえるんじゃないかな。その後の披露宴やるんであればまたちょっといろんな企画出てきますけれども、うん、本日<旦>ゲスト予定でしたお二人でももぎまた断られますよ。<laughs> <laughs> 僕も押してみましたけど前回ねあの流蘇絶対に合うと思うんですよ流流走もあの男性も女性も絶対どっちも感覚が,がありますね,ね。かっこいい、ね。かっこいいですよ、ね。絶対似合うよ、ね。絶対似合う,う。あの流蘇五六着あるから、うん、ぜひね。 お願いさあ各協会の、うん、あのご夫婦だけで何組かいるでしょうい,い,いいです、ね、いいんじゃないですか手伝ってもらいましょう、うん、<laughs> ねゆきちゃん後ろからの三振ねトルトゥントゥ,ルトゥンルトゥンであのあの何<オ>先週の何のんちゃん流れでって今 <laughs> の,んんれのんちゃんも来てくれそうだね さお願いしてからの流送来てもらう <laughs> CM 似合ってたもんねはまねハマってたからね王様王様ね <laughs> でもなんかそのやっぱり神宮もあるし、まあ、それをもとに自分たち考えてますからあとはねもう一つのこの模擬挙式じゃないですけど本物もそうなんですこの見えるラジオ局か見えるこの中、うん、使わせてほしいね家の中はいいから芝芝カットしてもらってハブ除去してもらって この芝生でやりたいねこれがなくなってしまう可能性でしょ今あるんでしょで、ね、じゃあ今の風景のままでやっぱり映像としても残したいよねもったいないもんねいや自分本当にこれまあ一個人の意見だからあれだけどこの雰囲気は残してほしいなやっぱりなどこに向かうんでしょうかねもうちょっと芝きれいにして、ね、んなんかねもったいないというかう高層ビルなのか 普通のビルなのか分かんないですけどやっぱりこっからの見晴らしがなくなってしまうとか、うん、この特にナイチャーの私から言うとせっかくのこの異文化、うん、いい意味で異文化を学べるところですから、うんはい、なんかこの変にナイチャと同じような雰囲気にしてほしくない景色とかをね、うん、あるでしょないですかねだからそんな感じを思ってるので、うん、あの一つの意見としてなんかね 片隅に置いいいいてもらえればかあと、えー、バレンタイン企画バレンタイン前後ちょっと今日取りが分かんないのでバレンタインちょうど当たるかどうか分かんないですけどバレンタインの時に新郎新婦さんまた大幅値引きで募集しております、えー、今から企画立ててやりたいことできますんでぜひ今ほらなんか調査来てますよ調査来てますね,ね調査来てますよね はい、タバコ吸ってますよ。<laughs> 禁煙ですよ。禁煙か。禁煙ですよ。そうなの。あ、聞いてる。かっちゃんさんからメッセージ。<の>おはようございます。かっちゃんさん、おはようございます。あの、十二月入りましたけども、もこの方でした。ユニホーム。ユニホーム、まだですか。あの、いつ、いつですかね、かっちゃんさん。かっちゃんさん、十二月って。明日、明日いらっしゃるんですかね。 明日しげさん誕生日です。あ、まあ、週末、しあさん明日誕生日ですね。おめでとうございます。ます僕のものですか。まだ来週あもう終わっちゃいますね。次のラジオまで。そうですね。今言っといた方がいいんじゃないですか、皆さん。はい、あの僕来週12月8日の誕生日ですから、あのプレゼントをどしどしお持ちしております。あのメッセージ。メッセージよりは形に残してください。はいはい、<laughs> 最近僕あの腕時計必要です。 そうですよリスさんが明日あ明日,明日 <laughs> 僕来週ですよリスさんよろしくジノンボーイいいですねジノンボーイワクワクいいですねいいですね <laughs> もう FM 着のワンさん協賛協賛決定ですね一口500万で <laughs> <laughs> そうです でもなんか共産企業ね名前だけとかでも広告でね広告で人を集めるための協力っていうのが一番ねでもで電波の共産でももう面白いよ、ね、FM 技能アンサーにとってもいいですよね、うん、だけどはっきりこのジノンボーイってそんなにコンテストお金かかるもんじゃないじゃないですか来てくれる人がいて審査するだけでしょ、うん、であとその活動のなんか手助けとかお願いする話でしょお金かからないからせ、うん、よりみんなに 多くね、うん、やってもらえた。沖縄県初じゃないですか。かちゃんさんありがとうございます。ケーキケーキ,ケーキ僕大好きです。あのかちゃんさん明日っていうことですから僕明日こっち待っときますかケーキケーキ僕あの待っときますかね。<laughs> 同じ同じ関西ですか。<laughs> ねどんな方なんでしょうね。なんかちょっとこのお見合いじゃないですけどワクワク感がね。<え>僕そっちじゃないですよ。<laughs> 僕は純粋ななノーマルな人ですけどストレートですかストトレートですノーマルじゃない人たちのコンパやります告知しましょうナイトパーティーですかやります僕出ません <laughs> ちゃんと洗伝してくれますかウェディングウェディング何かありますか他に、はい、あともう本当に装飾あのこのリメイクのね、うん、そうですね あの今だったらリメイクもそんな時間かからないでしょうから、うん、あの本当に新郎新婦さん学生さんにもできますし、うん、教材として、ね、出しますしあ,のあと新郎新婦さん来てもらってサイズ測らせてもらって、うん、リメイク好きなデザインでね何十種類もありますから。その 希望するデザインに近づけるものを選んでそこからリメイクすればね、うん、時間かかんないでしょうから、うん、で飾り物もありますからこれはもうサービスしますよ今回はね、はい、リメイクもやってあるもの装飾のものも全部サービス、うんうん、やっぱり自分たちもちょっとでもこのラジオを聞いてる方還元していきたいなということで、うん、あのサービスしますからいいねなんかかっちゃんさんなんかイケメンらしいですけどお ジノンボーイに応募しますかジノンボーイいきますかかっちゃんさんリスさんも男性<お>女性男性リスさんもあれでしょあの応募いただけるんでしょあと1分,あと1分 1> 早っ <laughs> ピースウェディングスタイルということで、はい、あのブライダルあの新郎新婦さん募集しております、はい、あの時期言っていただいたら全然あの自分たちはできる限りあの手を尽くしてやっていきますんで、はい、で来年はジノンボーイコンテストありますので、はい、勝手に決め,っもう決めましたやらないんであれば自分たちでやります、はい、やってくれると信じてやりましょうジノンボーイでもかっこいいですよね男性のうん、うん、かっこいいですから、うんあの さん、さん前回ゲストで来ていただいてますから参加していただきましょう。はい、そそ引っ張っていってもらいですね。今日はもうゲストさんあの残念ですけど、はい、来週でも再来週でまたお待ちしております。はい、またあの来週もあの素敵なゲスト高橋さんお待ちしておりお,お届けしていきたいと思いますのでバイバイ。<laughs> 切れちゃった。<laughs>